はい、じゃあ今から、ダイヤモンドウエストレイクの部屋ですね、撮っていきます。2ベッドルーム、91平米の2ベッドルームですね。はい、このタイプが結構多いんですよね、一番多い。まずは撮っていきます。はい、窓のね、バルコニーの向きによってちょっと若干いろんなね、ビューが変わってきますよね。はい、入り口入ってすぐにリビングダイニングテーブルがあって、ですぐ右横にキッチンがありますね。まあ、どうしてもクローズになるっていうのは、はい、そこはちょっとご理解していただければと思います。はい、カウンターの、キッチンっていうのがね、なかなかここは2ベッドの場合は少ないんですよね。はい、で、まあ、乾燥機能付きの洗濯機があります。洗濯機は部屋によってね、リノベートされてるものもあったりするんですけど、まあ、そこはまあちょっと、まあ、新しいものにね、変えてほしいとかいう交渉になってくるかと思うんですけど、それは我々がやります。はい、四つ口の、電気のクッキングヒーターで、シーメンスのね、ドイツ製の、オーブンがつきます。はい、こんな感じですね。上も収納がこう並んでます。はい、下も収納ですね。下も収納。この辺りはもともとセドナですからね。はい、ダイヤモンドウエストレイクとはいえセドナスイートなんで、はい、しっかりとしてると思います。はい、まずスカーッとこの感じで、外がどんな感じかっていうのは、まあ、ここはちょうど入り口からずっと車が入ってきて、はい、クーッとこう緩やかに左に曲がらされるこの道なんですよね。はい、右側を見るとテニスコートがありますね。はい、うっそうと木がこう生い茂ってて、そこは家庭菜園で、はい、ここをお住まいになってらっしゃる方々が何かを植えてらっしゃいますよね。はい、左側はかろうじてプールが見えるんですかね。ちょっと端っこのプールビューが少し端、はい、ただこうお隣の塔とのね、連絡通路がこう伸びてるって言いますかね、こういうビューになります。はい、でこういう、まあ物干しはね、ちゃんと、はい、部屋についてますね。こんな感じです。じゃあ、ちょっと部屋ですね、あと2つなんで一緒ですね、大体ね、仕様的なものはそんなに変わりません。はい、ここはメインベッドルームです。はい、メインベッドルーム、ちょうどメインベッドルームの下に家庭菜園のやつが見えるんですかね。はい、まあ、どこで寝てもここは静かなんで、うるさいっていう車の騒音とかゴーっていうね、上に上がってくるような音は全く聞こえないっていうのがここの売りですよね。はい、メインベッドルーム、両サイドにはキャビネットがあって読書灯があります。ちょっとした鏡台、引き出しもちゃんとあるのかな。はい、引き出しもあります。で、バスルームですね。バスルーム、洗面、お手洗い、はい、まあ、洗い場まではねつかないんですけどもね、まあ、中に入ってシャワーを浴びていただくかっていうことですね。はい、こんな感じです。タオルとかはもちろん毎回ハウスキーパーさんが変えてくれます。はい、こんな感じですね。であとは、もう一つサブベッドルーム、ここはサブベッドルームの場合はツインになるんですよね。はい、ここに関してはまあどうか、はい、お客様との家族構成と相談しながら、はい、交渉をいたします。で、読書とじゃない、執務机があって、ちょっとした棚が、引き出しがあって、ここもちょっとしたローボードがあると、こういう仕様ですよね。はい、で、収納と、はい、がありますね。で、もう一つ、はい、ベッドルーム、2バスルーム、もう一つはグラスシャワー、シャワーですね、シャワーブースが、トイレと洗面シャワーがついてると、こういう、はい、間取りですよね。91平米、はい、セドナで一番、ダイヤモンドウェストレイクで一番多いタイプかもしれませんね。はい、ここが、下足箱ですよね。まだ何も入ってませんけど、ちょっと斜めに切れ込んで靴を並べて置いていただく、ものとして、こんだけ、はい、どうでしょうかね。靴をね、山ほど持ってこられるとちょっと厳しいかもしれませんが、でもまあ横幅がこんだけあるので、靴もまあそこそこは収容できるかなと思います。はい、91平米のダイヤモンドウェストレイクの、2ベッドルームですね。2ベッドルームです。
はい、ビューはこういうビュー、まあ、あのプールビューとかね、いろんな向きのビューがあるんですけど、はい、ここはこういうビューですね、はい、まあ、どこ切っても静かなんで、そこはご心配いただくことはありませんし、こんだけ広い敷地なんでね、1階部分 の、 あの駐車場は1住戸につき1つ無料でパーキングエリア、車を置く駐車場スペースは確保してくれます。それもここの売りの一つですよね。はい、ダイヤモンドウェストレイクの2ベッドルーム91平米のお部屋ですね。